リベンジ、第4話は、三輪副委員長の裏切りにより、新理事長はフミヤになりそうなところをカイトが阻止しました。三輪副委員長、新プロジェクトなんか立ち上げるとしなければ、理事長になれたんですけどね、もったいないことしました。そんな25年間トータルコうたら言うなら、別な病院に行けばいいのにね。さて、フミヤが理事長になることを阻止するべく、カイトも理事長選に立候補しました。 今まで天道会長がフミヤを押していたので、フミヤも血族なのかなって思っていました。それとも完全な成果主義でフミヤが利益をもたらしてくれるから押していたのかと。ただ、今回の天道会長の発言を聞いて分かりました。天道会長はフミヤをカイトの当て馬にしていただけです。フミヤを押すことでカイトを焚き付けてカイトを理事長にする作戦です。 だから今のところ、カイトも、実はフミヤも、天道会長の手のひらの上です。来週、一週間で、有志を取り付けた方が、新理事長になります。私の予想では、フミヤが新理事長になると思います。理由は、カイトが新理事長になったら、ドラマが終わってしまうからです。カイトが理事長になったら、フミヤを追い出して終わってしまいます。 いやーでも、カイトが新理事長になった場合、フミヤが別な病院の院長として登場して、買収するとかそういう方向に持っていく可能性もあります。正直、復讐とか抜きにした場合、どっちの方が理事長に向いてるかって言ったら、フミヤの方が向いてますけどね。フミヤはこの夢の中の回想シーンがあるので、やっぱりカイトを恨んでいるというか、羨んでいるというか、そういう気持ちがあると思います。 カイトはカイトで心臓血管外科プロジェクトで救いたいという気持ちは少しは芽生えましたがフミヤの思い通りにしたくないという気持ちの方が大きいように感じます今のところカイトのいいところあんまり出てないですカイトのいいところってまっすぐでただただ優しいところなんですよねそれだけだとフミヤに勝てそうもありませんもっとクレバーになって人を疑っていかないと勝てないんですけどそうなったらもうカイトじゃありませんからね難しいところです それで来週、カイトは、融資を取り付けるために、外資系銀行の東京支店の宇佐美と約束を取り付けます。そこになぜか、サヤも同席させます。意気投合した宇佐美とサヤは、宇佐美の行きつけのバーへ行きます。展開的には、そこで宇佐美にサヤは襲われてしまいます。融資が欲しければ、言うことを聞けとか言われてしまいますけど、サヤは逃げ出してしまいます。 そりゃあ逃げるでしょうね。そこまでの義理はないです。次回予告のごめんなさいは、逃げ出してしまってごめんなさいっていう意味だと思います。カイトはごめん、無事でよかったとか、まあそういうこと言うでしょう。この襲われてる場面を録音とかしておけば、ウサミを脅して融資を取り付けたりできるんですけど、まあ難しいでしょう。カイトは他に融資先を見つけることができるのでしょうか。さて、現在、フミヤの婚約者であるヒズキはいろいろと気づいてしまいました。フミヤが心臓血管外科プロジェクトに反対していること。 そして、天道家の復讐のために、カイトから自分を奪ったことに気づいたヒズキ。フミヤと付き合ってることは自業自得です。本当にヒズキは奪い返したとしても、のしつけて返してください。何回も言うけど、5ヶ月は早いって。そして、謎の男、柏原修二さんが、妹の病室まで忍び込んできました。この男の名前は、佐竹徹です。ようやくヒズキとのつながりが見えてきました。 妹の海外での手術ののののたたためにお金が足りりなかかったので、でこの佐竹から借りたんだと思われます。海外での心臓移植は大体3億円で今円安なので5億円とも言われておりますさすがに20代前半の女性に3億円貸すとは思いませんだから親が残してくれたお金というのは本当にあったけれども足りない分をこの佐竹から借りたんだと思われますおそらく何千万でしょう何千万も十分な大金です 私も今2000万の借金で押しつぶされそうです。20代前半の女性に何の目処もなく何千万も貸すとは思えません。佐竹はおそらく闇金とかアウトローな人間だと思われます。それとカイトとヒズキの出会いが不自然なことが気になります。ここから想像するにヒズキは佐竹の筒持たせや何かを手伝っていたのではないでしょうか。 手術したのが3年前で、カイトと付き合って2年なので、この1年間の間に手伝っていたのではないでしょうか。だからもともと、ヒズキは、カイトを騙すために出会っていたんです。でも出会った時に、あ、この人、天道理事長の息子だと気づいたから逃げ出した。そう考えれば、出会った時のヒズキの不自然な行動の説明がつきます。それからカイトと本気で付き合うようになったから、つつもたせは辞めて地道にお金を返していった。 けれども、つモたせをしていたという事実は消えないから、それで佐竹は日月を脅しているのではないでしょうか。来週フミヤが佐竹を追い返しますが、絶対に引き下がらないと思うので、どう展開するのか楽しみですね。それで、ここから別件ですが、最近シティハンターを見るためにネットフリックスに入りました。それで、元を取るために色々見ているんですが、リベンジが好きな人におすすめの作品を見つけました。それが、ミたらいけ炎上するです。 こちら後で動画作りますのでよかったらご覧ください。その前にカラオケ行こうと忍びの家の動画も作りたいので急がなければなりません。あとメンバーシップ限定動画作りたいんですよね。絶対一般受けはしないだろうけどこんなのが見たいというリクエストがございましたらコメントで教えてください。ということでリベンジ来週も楽しみですね。ここまで見てくださった方は高評価よろしくお願いします。来週もリベンジの考察動画があげますので気になる方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。 公式 LINE やってます。着替え LINE 送ってください。何回かくしましょう。LINEPay や PayPay、a m a z n で投げさてもできますのでよろしくお願いします。100円でもバカみたいに喜びます。そしてメンバーシップ始めました。最安値の90円です。メンバーシップ100人超えたら月1で限定動画あげますのでよろしくお願いします。この動画はうんごみっくがお送りいたしました。最後まで見ていただきありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。